人狼 VS ヒーローズ。さて、これから皆さんに2回戦を戦っていただきます。皆さん準備はいいですか？はい、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 OK クリス、イエイ。それではもしか好きな場所にお座りください。好きな場所って言ったって分かんない。そこ重要ですよ。でもこれ決まるでしょ。どこがもうここには座りたくない。まだ椅子の上に置いてある封筒は開かないでください。まずは席を選んでください。これちょっともう一回ここにしようになるぞ。いやー、俺そこはいいよ。サッカー人2個ずらそっか。やべ、俺うかうかしたらそこだ。ヤコさん、どうぞ。うかうかしてる。ようこそ、ようこそ。まあまあ、MC はね、MC がいる番組ではない。さあ、皆さん席は決まりましたか？決められました。それでは、座っていただき封筒を手に取ってください。また順番に一人ずつ開けていただきます。OK クリス。景色が違うと全然見え方違うね。何も変わんねえよ。あんま変わんない。そうか、大地さんあんま変わってない。今回もカードを見た時のリアクションがヒントになるので注意してください。はい。人狼ゲームは味方になりすました嘘つきを会話で見つけ出すゲームです。サイバーワールドに呼び出された12名の英雄たち、そのうち3名は人間に化けた人狼です。英雄たちは3匹の人狼を追放しなければなりません。追放できるのは1日に1人、日暮れ前に多数決で決定します。夜になると誰か1人が人狼に襲われ、翌朝追放されてしまいます。追放された人の正体は決着がつくまで分かりません。こうして昼と夜を繰り返すうちに彼らの人数は減っていきます。何名が追放されても人狼を3匹とも追放したら人間の勝ち。それよりも早く人間たちを追放して人狼と同じ数まで減らしたら人狼の勝ち。人狼はお互いを人狼だと知っているので仲間をかばったり嘘で推理をミスリードできます。一方、人間には3名の能力者と王子、そして裏切り者がいます。預言者はあらかじめ人狼ではないものを一人知っていて、怪しいと思った相手の正体を夜に見抜くことができます。霊媒師は追放した相手が人狼だったかどうかその夜に知ることができます。預言者や霊媒師が分かるのは人狼か人間かだけ、能力者や裏切り者かどうかは分かりません。ボディーガードは夜に選んだ誰か1名を翌朝まで人知れず人狼から守ります。人狼のターゲットをボディーガードが守った場合、人狼は誰も追放できません。ただしボディーガードは自分自身及び2夜連続で同じ人を守れません。王子は夜に人狼に襲われても一度だけ追放を免れます。またボディーガードに守られた王子が人狼に襲われた場合、王子の加護は消えません。ただし王子は自分が人間だと思っていて王子であることを知りません。そして裏切り者は人狼を勝たせるために行動します。特別な能力を持っていませんが死を恐れずどんな嘘でもつくことができます。なぜなら自分の死で人間が一人減ればその分人狼の勝利に近づくからです。人狼と裏切り者は味方同士でもお互いの正体を知りません。12名の内訳はご覧の通り。
役割はランダムに決められるので自分以外の誰がどの役割なのか分かりません。でもどの役割が何人いるのか知っているのでそれがヒントになります。人狼を全て追放し人間が勝つのでしょうか、人間を騙し押せ人狼が勝つのでしょうか、それはまだ誰にも分かりません。それでは大丈夫スタートです。畑野さんからお願いします。また最後ですね。同じと決めたんだね最後って、ね、ちょっとカードを見てください。はいはいはい、すいません、はい、じゃあ大丈夫、前かがみになればいい、こうすればいい、前から見て、前からみんなに、あ、いい、あ、いいですかわいいよ、目標がいるね、目標がいるよ。見ました見ました、あ、わかった、はい、泣く泣くやりそう、自首するなら泣かないね、自首だ、自首はします、助手、はい、次の方お願いします。じゃあ俺が目標になればいいです。そっか、見てもらえないと毎回目標が現れる、ね、れ時間かかるね、いちいちこれ、うんうんうん、じゃあ開けます。いいんじゃないかな、あ、オオカミだ、いい目標だ、オオカミがいる、オオカミがいる、シャチホコがあるね、なんて日だ、おすげえ、まさかのバイキング、すげえ滑った、すげえ滑った、すげえ滑った、次の方お願いします。目標お願いいたします。あー、いいです、優雅優雅、あらあらあら、エロス、そっちに目がいっちゃうよ、エロスエロス、桜咲く、合格だ、おめでとう、合格通知だったんだ、一発芸入ってくる、次の方お願いします。あのさ、目標見ちゃってさ、杉山さんもやってくれる、目標しないと、ね、杉山さんまでもやってくれる、あれ、え、次の方お願いします。王様、じゃあすいません、拝見します。王子青いね、王子様、あー、なるほどなるほど、はい、わかりました、杉山さんも、杉山さんだ、さあ次の方お願いします。でかい目、いや、誘ってますよ、誘ってますよ、誘われてますよ、ん、おい、なんだ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 、いや、そもとか違う、次の方お願いします。これどうせ、そこ大事、ここ大事、ここ大事、リーダー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 なんでリーダーになってんだ、リーダー頼む、そうだったのか、木林なんだって、なんだって、古いんだ、次の方お願いします。しょうがねえんだ、もうすぐ40なんで、どこ見てんの、見てない表情、見てない、見てないの、えぐ、メガネに映んないかな、手紙出した、手紙出した、あ、当たりますようにって次の方お願いします。やばい、面白い顔して、どうだろう、ファイファイ、はいはい、大丈夫、映り込み大丈夫、メガネ、戦うってファイト、次の方お願いします。いや、あ、これ赤いな、封筒、今気づいたんだ、同じかもしれない、字が読めるかどうかですよね、そうだね、そうだね、頑張って、漢字読めないもんね、頑張って、あー、どうかな、ローのガンかな、ローのガンかな、おー、いい音、マジで、ガンバダメが破れるみたいな、次の方お願いします。めっちゃ見てる、見えてる、カメラがまず見えてる、俺の顔、もったいない、もったいない、ジャンプってね、はい、なんであんまり嬉しくない、分からなくなっちゃった、逆に分からなくなっちゃった、逆に分からなくなっちゃった、次の方お願いします。年お、入ってない、入ってないよ、入ってない、入ってないよ、吐息、吐息、吐息が出たよ、吐息で笑っちゃう、はい、それでは一番左の畑野さんから、そうか、自己紹介をして最後に私は人狼ではありませんと宣言してください。お願いします。泣かないね、大丈夫だよ、はい、頑張って、畑野渉です。何回か人狼ゲームというものをやらせていただいて、自分には全く嘘がつけない人間なんだということが
ちょっと口がうまく喋れませんが嘘がつけないので、え、畑野さん今溺れてます？いや溺れてないです、溺れてないです。僕もあの一切嘘はつきません、私は人狼ではありません。よろしくお願いいたします。はい、次の方お願いします。はい、私の名前は水島貴博と申します。あれ大中じゃない？大中でやり直して、大中でやり直して、大中です。そしてカメラを間違えてずっとカメラマンさん手挙げてますからね。あ、俺に手振り返せばいいのかなと思っちゃってたんですけど、違う違う違う、大幅な勘違いしてましたメモリアルですか、それ。とりあえず私今回は肩の荷がすっかり降りております。ということで私は人狼ではございまちぇ。見た見た、次の方どうぞ。3回くらい滑ってんだよこれ、1回で。はい、あエントリーナンバー3番、菅沼秀吉です。私も人間なので肩の荷がとっても降りていまちゅ。何何あの2人は。はってお前が言ったの。次の方お願いします。ありませんは言いませんよね。あ、人間ではありま、あ、じゃあ私は人間です。はい、これはおやこれはいきなり、おやおやおや、さっきのこともあるし、俺と同じミスがあるね。今失敗、今失敗しただけで。大丈夫ですか。はい、高橋ひろきでございます。あ、はい高橋ひろきです。そんなちゃう、私も肩の荷が降りましたお、人狼ではありません。はい、次の方お願いします。はい、杉山のり、あ、ごめんなさい、カメラ間違えた。杉山のりあきです、よろしくお願いいたします。私は人狼ではありません。はい、次の方お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは、青井翔太です。普段は天使をやっておりますけれども、職業天使ね。そうです、今日は職業天使、そうです今回、まあ、2回目ということで絶対に生き残って勝ちたいと思ってます。人間です。もう王子って言わないんだね。王子です天使であり王子一つの上行っちゃったから天使は王子。次の方お願いします。はい、皆様ね、今度はね、だいぶ夜も遅くなってきましたね。メインいかがお過ごしでしょうか。どうもシグマセブンより参りました安本ひろきです。本日はですね、マーリーエンターテインメントさんがね、作ってらっしゃる DVD ですか、ブルーレイは出ないですね、 DVD ですね。 DVD の方では人狼ゲームというものをやっておるわけでございますけれども、今回で今日で今日でじゃない今日の2回目です。今から頑張っていきたいと思います、はい、私は人間です、人狼ではございません。おこれやるとは偉そう。次の方お願いします。はい、メイン MC の今シグマセブン安本ひろきから、受けたまわりました私、サブ MC のシグマセブン野島博文です。よろしくお願いしま す, ます、ね、今日は2人で頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。私はもちろん人間でございます、人狼ではございません。今日はよろしくお願いいたします。サブちゃん、サブちゃん、サブちゃん。はい、次の方お願いします。はい、江口拓也と申します。1回目では不甲斐ない形で終わったので、2回目では皆さんの力になれるように精一杯努めてまいります。私は人間です、人狼ではございません。うん、なるほど。はい、次の方お願いします。普通なのに滑ってる、はい、普通なのに滑ってる、はい、ですね、兄の弟です。野島健二と申します。そうですね、抱負は、たくさん楽しむことです。どうですね、本当に分からないんだ。だってもうなんか何言ってもね、こう信用されないっていう詰め始めたよく分かったので、まあ自分が楽しければそれでいいやと思っています。どうぞ今後とも兄の弟としてよろしくお願いいたします。あ、そうだ、今、人狼ではありません次の方お願いします。はい、木村良平です。前回よりはですね、村に貢献できるように生き延びて力を尽くしたいと思います。私は人狼ではありません。スマート、スマート、スマート。はい、
構。最後お願いします。平成の爆笑王ですよ。はいはいはい、はいはいはーすげえ。どうしたどうした。マジで。さあ爆笑王いきたいけど。スーパーエキセントリックシャター所属豊永俊之32歳 B 型です。好きな食べ物はオムライス。連れて帰る。スタジオこんな広く、ここで喋る、ここで。キムニー、ありがとう。人狼ではありません。いいですね。それでは人狼バトル開始します。始まった。肩のにも何もないよね。さっきも戦って、僕もそれ思ったね。そうですね。さっき、そう違う違う。さっき人間になったんで。受けようと思ってやっちゃうのが良くないね。あの考えないで俺のセリフ。受けようと思ってやってる大地さんどうなんだよ。そうだよ。受けると思ってやった結果がこれだよ。蹴ると思った、ね、本当は関係ない。菅沼氏の立ち振る舞いはあまり参考にしない方がいい。ちゃんと発言を精査して、確かに方がいいと思う。とりあえず置いとこう俺は、うん、そのは絶対いいと思う、うん、絶対人間だから、どっちである、絶対人間だから、うん、一旦フラットな状態、一回フラットにして、一回ちょっとフラットしていて、挨拶役に立たない、立たない今の逆に立たない。封筒を見ましたっていう表情と今の挨拶といろいろありましたが、なんか思うところがある人がもしいらっしゃればと思いますが、本当に嘘がつけないんだと思う。渡るはね、どうする、信じる信じないみたいな話になってますね今ね、僕も、うんうん、まあ、封筒を見たところのリアクションから、うん、自己紹介の下りまで緊張しすぎですよね。そうって言っちゃった。いやいやいや、そこは嘘って言わないと。そんなことないです。半落ちだよもう今。お願いします、本当に生かしてください。僕を生かしてください。何とぞ必ずや。MC がむせちゃってるから今。必ずや世界平和の一助になろうと思っておりますんで、素敵ですね。ぜひお願いします。でも信じたい気持ちはもうあります。今のあんな悲しい思いは二度と。前回もそうだったもんね。心が痛いんだよ。生かしてあげたいって気持ちになっちゃうからな。お願いします。これで生き残ったらもっと彼はメンタルにダメージを受ける可能性がある。もし彼が嘘をついていたとしたらね、うん、そうですね、うん、そうですね、じわじわと、そうですね、お願いします。これは本当10万個の隅なんだけど、トッシュを開けて見た時ふーって笑ったのはあれは何、うん、あれはいや、同じ椅子に僕さっき人狼でした、まさか同じ椅子に人狼がもう一回来るわけないだろうと思って僕ここ選んだんですよ、うん、で人間って書いてあって、うん、その下に詳細文みたいな細かいのが書いてあって、うんうんうん、それが裏切り者と勘違いしたんです。はあ、はあははあ、で裏切り者かよって思ったんですけど、よく見たら普通のこと書いてあったんで、うんってなったっていう話。上手にできたな。マスが上手にやね。本当です、本当です。やっと人間になる。やっと人間になる。俺が見て思った重箱の隅シリーズは本当菅沼先生と俺はマジ考えないんで、僕の重箱の隅シリーズはもう以上です。俺エグーのファイって気になるんだけど、なんで戦うファイってないって。いやもう戦う気持ちで行こうと思って。誰と誰攻めの姿勢、攻撃、人狼と戦う。いや村人とは一番人狼と絶対戦ってやるっていう、最後までやっぱりあがくっていうことは、結構ここでやられた時ももういいですみたいな、僕村人なんでみたいな感じでやっちゃってたんで、もうそこがちょっと今回の反省点だなと思ったんで、今回は戦いに行こうと。誰と誰と、人狼ですね。村人ではございません。王子かもしれないからね、普通の村人でもね。 そのメリットがあるなと思ったから、むやみやたらにそれを守ろうとか。そうそうそう、王子誰なの。僕でしょ。あなた天使。そうですね。でも重箱の隅シリーズでいうと、はい、大中さんすげえ余裕あるなと思って。うん、でしょ。最初これはね、手紙を返す時もすごいなんか、あ、そう、すごかったね。そう、それが半端ない。解放だから大丈夫なんだ。解放。さっき本当すごかったから、自分で言うのもなんだけど。全然違うよね。もう軽そう。すごいね。奥の大道具のこう細かい網目がよくわかるもんね。さっきこうなってた。見えてなかった。もう最近はもう人が見るので精一杯だったから、あんな形してんだね。大道具とか。俺もじゃあ重箱の隅シリーズに行くと、杉山さんがご覧になった時に、
ああって何かを考えたそぶりを見せたのが、ね、それが俺はちょっと気になって、何を考えられたそうか、普通の村人だったらそこ考えなくてもいい、そう普通にうんってでいけるのかなと思ったんですけど、いろいろねきっと考えないと活躍できないんだろうなって思った。なるほど。ということはだ。ということはだ。人狼というよりは役職の可能性が。可能性があるよね。なるほど。なるほどね。なるほど。もうこの話が出た時点で。上手や。でもね、ボディーガードだったらそんなこと匂わすわけがないので。そうですそうです。ボディーガードは言っちゃいけないですよね。外れたんだね。うん、ボディーガードじゃない。でもこの時点で出てないってことはまだ隠しといた方がいい。まだ全然一段目はね。あとは野次元さんとか、ね、先ほどご挨拶の時に全部なかなか信用されないっていうのを信用されません、うん、で今回兄弟の絆的な意味で、あそうですよ、うん、そうあそう結構それ今まで直感シリーズはそうそう結果的に当たってて、うん、お前かぶってどうするんですか今日は今はなんか、うんすごく気楽なように見える。気楽。おお。さっきと気楽な感じ。気楽。まあ、それが慣れなのか。いや、この人はね慣れない。お前は俺の何を知ってるって言うと思ったけどよく知ってる。一番知ってる。結構付き合いがないから。何十年も一緒だから。何十年も。その通りよく知ってんだわ。だいぶ知ってる。そうそう。だから何の役職もない人間っぽい。それずるくないだからさ。確かに。ずるくない。ちょっと考えさせてね。信じちゃうんだよ。確かに。ちなみにひろきさんはなんか割とずっとこうちょっとちっちゃいんですけど。ちっちゃい。そうですね。なんかこう足も肩もこう腕もこうずっとちっちゃいんですよ。あ、そう、うん、目立たないようにしてた。なんか背負ってます？なんかね、休憩時間にちょっと 前, がかり、はい、前のめりで行きましょうみたいな話があったんで、うん、何かを頑張ろうと思ってるんだけど出てこないっていう何かを頑張ろうまず最初にこう喋る喋、ね、るっていうところで、でも今回もこの感じで語りは出ない感じなのかな。うーん、あ、そうか。キムニーは？あ、そうだ、ごめん。これ割と今積極的にこう気になるところを言ってってるつもりだから今が精一杯かな。とにかくもしかしたら何かを持ってらっしゃるかもしれないっていう情報ですよね。俺か。違います。あの杉山さん。役職をね持ってるかもしれない。ああ。かもよ。かもかも。っていう匂わせた以上は本物か裏切り者かどっちかっていう。ことじゃないです。稀に起こるからね。うん、2連続同じ役職、うんうん。ああ、なるほどなるほど。そうね。ゼロとは言えないですね。でもまあどうなんでしょうね。ゼロとは言えないけど、そこを考えると、まあ先にね、混乱する気がする。うん、難しい。そうね。まだ当たりつけないと。そうですね。いや、そうなんですよね。これなんか自分みたいに意志が弱いと、ついついやっぱりこの。よく喋る人とか、もうこのゲーム分かってる人を疑ってかかっちゃうから、うん、どうでも前提であるから、ね、かだからよく喋るやったらすぐ死ぬんです。そう、殺されちゃう、殺されちゃう。だから僕はまた今回もすぐ死ぬでしょ。毎回よく喋ってるからね、でもね、毎回よく喋ってるから、もうこれがデフォルトと思えばね。あとよく喋らないと喋らない人が浮き出てこないんですよ。じゃあ喋ってた方がいいですね、やっぱね。もうね、ちょっとね、ちょっと気になる。さっきと開幕スタートの感じ、まあ2戦目かあるかもしれないけど、なんか元気だなと思う。誰誰？よしこね。エグは元気。むしろまだ元気は出してないんですけどね。これから出す。はい、攻撃的にいくの。情報収集をしてる。そう、今冷静に分析してる。どちらかというと。まあ、でも自分の中で結構やっぱり頼もしい人が何人かいるので、その方々を守りつつ、ちょっと今炙り出し作業なんですけど。今のところ誰も怪しくないんで、うん、じゃあいないかもしれない、うん、いない、頼もしい方がすごい人類いないかもしれない本当入れ忘れ、入れ忘れですね、かここかだよね。だってまだあの受けたっていうあの下り以外で内容のこと話してた、ね、僕は今のところちょっとそこの辺のモヤモヤまだ全然晴れてないいやなきゃよかったよ俺も隣になっちゃったな。その乗るかどうかっていう判断も一つありますよ ね、まあ、ね、どうここを乗り切るかっていうありますからね。まだ今楽しい、大丈夫、はい、まだ大丈夫です、楽しい、はい、大丈夫だんだんみんなが元気に見えました。すみません、ちょっとあの1ゲーム目の後にちょっと泣いてしまいましたすみません、心がね、ちょっと美しすぎる心が、ちょっとたまにも守りたい守ってあげたいでもやっぱりね、人間勝ちたいんで、
これは一番強い。短いな。何にもないな。やっぱり初日は何もないんだよな。まあでも投票もまた取っかかりだからね。まず決めるってことが大事なんだ。誰しようかな。大丈夫ですか今どう疑われてそうだなっていう人は言ってった方がいい、うん、疑われてんでしょ、うん、そう、うん、分かんないですけどね言わなきゃよかったよでもほら中身のことまだ何も言ってないから今信じられる人信じられない人いますかあと約1分、うんうん、助けてくれたんだよねさっきまだどうのこうのって言ってくれたんだけどでも、うん、ひろきさんはねあの見た時に正直な方だから1回目の時はほって言ったのに2回目の時ほって言ってないのがちょっと怪しいなと思ったあ違うこれね3天丼3つしようかしまいかをすごくもうなんか絵作りのこと考えないそうそうそうでちょっと経ってから思い出したかのに入ってやりましたそこもなのぐちゃぐちゃにしてるかもしれない投票の時間です投票の時間です人狼だと思う方にバラを渡してください攻め口がおー攻め口くん攻め口さん攻め口シエロさん攻め口シタクヤ攻め口シエロシタクヤいやーまあ余裕というところでマジかおー余裕おー全くあえてのね逆じゃあまあ取っかかりということで僕は意見を変えずです、はい、じゃあその取っかかりをまあまあ話題に上った人からいやーそう来るとちょっと怪しく感じやなちょっと…しょうちゃんしょうちゃん目がまんまるしょうちゃん目がまんまるやった目が痛いなんだろう目が痛いいい絵撮れたけどどういかどっちかなんだよな僕2択まで行ったんですけどね自分の中ででもちょっとごめんねやっぱいいよいいよいいよ気になってしまう、うん、どうしてもそれは自分が言っちゃったから悪いからね、うん僕もちょっとよくあるんで安野さんがどこに絞ったのか分かりませんけど僕はここがちょっと気になりましたマジか理由が知りたいねうんもうね自分は潔白分かってるから自分に入れた人、うん、あそっか、うん、自分の自分は何だか分かってる自分のためにだよそうかうんそう私は2連続まさかまあねいきそうだな、ね、封筒置いてる人中身何か知ら分かってないからね多分そうなんそうなんどうなるんですねそう本当に可能性はあるんですか、ねうん、12分の3だから率として、うんうん、あ立っちゃったよいいですかそういうの下ネタやめろ下ネタちょっと待って大丈夫です大丈夫です立ってません待って立ってんのかもしんないじゃんダメだやめて差し上げて俺はヘルシーだよどういうことなの気が立ってんのかなあいないで、ね、でもなんか二度あることは的なことで言えさせてもらじゃあ僕もいいですか僕は不用意なんで変なことばっか言っちゃうんですけどでも天使は天使でも打天使だったら可愛いんじゃないかなと思うおしゃれロマンチックだね最後までわかんなかったでね、さっきでもなんか豊永君の最初のオーバーアクトも若干臭い気もするんだけどでも話聞きたい気もするんでいや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 全員の投票が終わりました畑野さん1票水島さん2票菅沼さん2票高橋さん2票葵さん2票江口さん1票豊永さん2票ということで水島さん菅沼さん高橋さん葵さん豊永さんその場にお立ちください決選投票を行います最終弁明を水島さんからお願いしますはいすごい予想外なのでどうしようかなって感じですけどまあ自分としてはエキセントリックカモフラージュに1票というところは変わらないので
そこに皆さん乗っかってもらえたらいいなっていうとこですね。シュンとしちゃったね。シュンとしちゃった。シュンとしちゃった。はい。最初にね、あんなこと言っちゃった自分がね、本当にいけないんですけど、僕は本当に自分が何なのか分かってるので、自分が白なのは確実なので、その僕に入れたひろきさんが一番怪しいと今思っちゃいました。です。もう変なこと言わないからね。はい、僕はまあ取っかかりがなかったんですけど、まあ、あるかなっていうで入れました。で自分は白なの で, 他で今立ってる他の人のことを考えると、それで反撃で僕に来てるっていうことはどういうことかなっていうふうに思うので、この中に人狼いるとしたら彼だと思います。はい、僕は今畑野さんに一票渡したことを今すごい後悔してます。あの、生き残りたいです。生き残らないとダメな気がします。はい、はい、富永です。はい、やっと人間が引けて、ほっとしていて、やっと推理がしたくてしょうがなくて、というところで、いきなり決選投票に選ばれてしまい、ちょっとハイテンションでやりすぎたかなとちょっと後悔しております。ただですね、あそこまでまたこうね、人狼でもしなっていたとしたら、あそこまでこうイエーイってなった時にですね、もっと僕は緊張していたはずですっていうのがあります。まあ、あとはやっぱり、僕が先ほど思っていたのは、僕が人狼を引いてた時に言って思わずポロッと出てしまった、人間ではありませんという言葉、あれは本当にマジで出てしまった言葉なので、僕はやはり菅沼さんが怪しいんではないかとこの場では弁明させていただきます。はい、ありがとうございます。では5名は前へ。誰に投票するか決めた方は手を挙げてください。ではいきます。 3,2,1 どうぞ。水島さんに指を指した方は手を挙げてください。1票下ろしてください。菅沼さんに指を指した方は手を挙げてください。4票手を下げてください。高橋さんに指を指した方は手を挙げてください。1票では手を下げてください。葵さんに指を指した方は手を挙げてください。0票。最後に豊永さんに指を指している方は手を挙げてください。1票。本日追放されるのは菅沼さんです。では菅沼さんは別室へ移動してください。その他の方は席へお戻りください。はい、人間会の皆さん本当にすいませんでした。僕のね、軽率なあんなことを言ってしまったので足を引っ張ってしまって申し訳ありません。ということで僕はただの人間なので、それを分かってもらえればおのずと誰が犯人かは分かると思います。引き続きよろしくお願いいたします。追放。いやー、もう最初にね、なんか面白いことをやってやろうって思ったがゆえにね、あんなことになってしまって、もう本当に不甲斐ないですよ。もうみんなのね、足を引っ張ってしまったので、もうあとはでも僕がやられたということは、僕をやったやつは誰かっていうのをね、分かっていただければなんとかなるんじゃないかなと思っております。引き続きお楽しみください。1日目の話し合いが終わり、日が暮れて恐ろしい夜がやってきます。さて、
英雄たちが目をつむっている夜には何が起きているのでしょう。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと、身振り手振りで追放する相手を選択します。預言者はゲームマスターから密かに誰か一名の正体を教えてもらいます。霊媒師はゲームマスターから密かに昼間に追放した相手の正体を教えてもらいます。ボディーガードは今夜誰を守るのかゲームマスターに伝えます。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨夜人狼に追放されたのは、葵さんです。葵さんは何も喋ることができません。別室に移動してください。葵翔太追放。あーもう絶対なんかね、なんで僕の票が集まったんだろう。最初になんでだろう。だってああ言わざるを得ないよなって感じで、次自分が来ることも分かってたから脳なしでした。すいませんでした。みんな残るはこの10人。それでは今日も人狼を探していただきます。あいつ役職だった可能性あるね。そうなんですよ。だからじゃないか、うん、そして多分僕がいなきゃダメだと思いますって言ってたってことは、うん、預言者ではないと思います。ボディーガードな気がする。あ、うん、そういうことか。あそういうこと、はい、うん、可能性もあるのか。だったら言ってましたもんね。そう、預言者か霊媒師だったら言ってた気がする、うんうん、最後で、うん、あそうか、だから名乗るのも難しい、うん、あでもまあ霊媒師も預言者だけですね。それも可能性ある、うん、あとさっきのプレイング、僕のプレイングを見てるからあえて言わんかったのかもしれないし、うん、もしかしたら、ね、うん、あの預言者残ってるよと思わせるためにかも、うん、可能性もあるし、初日に追放された菅沼さんが、うん、どっちだったかっていうのは大事なことですか。大事なことだけども、人狼じゃなかった場合は今霊媒師仮に生きてるならね、翔、うん、ちゃんじゃなくて生きてるんだったら出なくてもいいかなと思う、うんうん、僕先に発言させてほしいんですけど、はいはい、僕が最初に二択だなって言ったじゃないですか。 で僕は結局スガポンを疑わしいと思ってスガポンに入れてしまったんですけど、僕の中で二択だと思ったのは江口くんなんですね。実は江口くんは頼もしい味方がいるのでそれを守る動きをするだけですって言って、頼もしい味方ってあの段階で何があるんだろうっていうのがちょっと引っかかってたんです。僕もそれがさっき引っかかって入れたんですよ、うん、だから僕もどっちか、人狼だった場合は、うん、そうか、人狼だったら頼もしい味方は分かるけど、分かってる、裏人は、うん、そうだね、うん、ああそういうことかっていうのもちょっと引っかかったっていうのがある、うん、なるほど、うん、僕の場合、まあ、頼もしい味方っていうのは、まあ、畑野さんに向けて とかあと今のところは僕が今信じてるのってここなんですよね、うん、今のところはまだ分かんないけど、何にもまだ喋ってないし、なんなら回してないし、でもやっぱりこう鋭い言葉をくれるのが安本さんなんで、結構信じたいなと思ってて言ってるんですけど、これちなみに今決戦投票の時に誰が誰を指したかって確認しときますか。僕はずっとスガポンです。僕もスガポンで走って、僕も菅沼さん、あ4人、うん、僕はあそうか、無事件さん、はい、私には僕です。あそう、はい、で俺が引きます。俺は変えてないってことだね、はい、うん、そういう意味で言うと俺は正直なんでみんながキューちゃんにそんなに言ったのか分かんなくて、一番最初になんだっけ、
挨拶の時に取っかかりがだったじゃない、うん、正直言うとそれだけ俺、うん、そう俺もそれだ、ね、まあ、トシが言ったけどあの人間じゃのくだり、はい、人間じゃありませんのくだり、マジで言っちゃって焦ってたあるんちゃうのと思ってしまいました。あ、霊媒師的に仮に人狼だったとしても今は言わない方がいいみたいなのがあるのかな。人狼だった場合は言ってもいいか、難しいな、難しいですね。結果ここで語りが出る可能性もあるから、ね、ああそうか、あでも人狼だったら言ってんじゃないかな、ボディーガードが生きてるかどうか分かんないけど、うんうんうん、いや青くな気がするな、うん、いやなんか一斉にキューちゃんにバッて行くほどの音があったかなと思って、逆に言うと、うん、それだけ材料がなかったっていうことなんですよ、ね、でそれで取っかかりで来たんで、うん、決定打は確かにそうだね、決定打がなかった、うん、だから集められなかった。僕もだから結局最初葵くんにバラ渡したけど、はい、葵くんの嘘を言ってるように聞こえなかったから、うんうんうん、菅沼さんに変えたんですよ。その動きは実はすごく見てて、うん、だから終わった、何を考えてたのかなと思った。いやもう僕は君傷つけちゃったかなって、それだけ。片野さんに入れなきゃよかったって言ってくれたからごめんなさい。ごめん、俺は聞いた自分がなんか薄くて。いやもう本当それだけで。大天使確定した感あるんですけどね。いっそ王子であってくれ。僕が水島さんに入れた理由っていうのも、うん、結局なんかその動きとか、うん、なんか2人がめっちゃあなんか ここの2人が怪しく見えちゃったっていうところで力が分散されてしまったっ、うん、それもね若干だからなんか申し訳なさを感じなくもないの。隣でさっき、うん、決戦投票してる時にやっぱりかみたいな、すごいもう短足と言葉が漏れてたのね。あーすいちゃった。後悔してたんだ。そうなんだね。でもそこも媚びかもしれないしね、うん、それは一概に信じていいかどうか僕はまだ分からない。あそうか、俺それ引っ掛けられてるかもしれないってこと、まあ、でも少なからず今の段階で人狼じゃなかったっていうところは信じてもいいんじゃないですか、ね、そういう線でいく、まあ、そうね、うん、その線で一回信じてもいいよ。でも俺はまだ一回ペンディングでいいと思うけど、僕は今のところアクションが起こしてねえのが野島兄弟と杉山さんだから話聞きたいなと思って、うん、そうだね、うん、いや一番最初に言ったみたいにちょっと頑張って活躍しないと役に立てないなっていうところがあるので、まあ、言っちゃうといろいろ多分あれなのかなっていう思いもあったりして、まだ早いのかななんて思ったりもして。ヒロさんは？僕はもう一回裏切り者なんじゃないかなと思って見てた、ずっと、うん、ひろきくんがもう一回同じのあるんじゃないって言った時にすごい苦笑いしたように見えた。あでもはい、それは見てましたけど、ね、ちょっとだけ僕も引っかかりはしました、うん、僕もちょっと引っかかってる、うん、けどちょっとね、1日目の前半にちょっとだけ思ったのが、うん、第1戦目の時の杉山さんよりも、うん、やっぱりちょっと前のめりなんですよ。慣れたのかもしれないですよ。それはあるんだよ。慣れはちょっと分かるんだけど、余裕そうです、うん、もう一個だけちょっと別の話だと、うん、大中氏は、うん、人間じゃないかなっていうふうに思ってて、俺の味方だと思っているんですね。それはリラックス度と、リラックス度となんか話を振られた時の喋り方の流暢さ、うん、さっきと比べたらすごいでしょ、全然違うからね。あるのでそこを逆で追求してきている江口君どうなんだろうっていう今状態にいます。あそうですね。ケンさんは？私は鳩野君はなんかこう2回目で慣れてるのか、それとも何かの役職についてるのか分かんないけど、やたらと今回はすごい率先して何があれ率先して喋ってるなっていう感じがして、大中はすげえリラックス、リラックス半端ないリラックス感、半端ないリラックス感、そのパターンがあるからな、いやっていうのがそうだから、リラックス感が僕はなんかちょっと怪しく感じてしまったんですよ。あーもうそっか、さっきは結構潜伏な感じで演技してたじゃないですか、うん、今回はリラックスの演技なのかなって思っちゃって、戦法変えてきたと。そう、ああ同じ、うん、状況になってた時に考えちゃって、同じことはできないからね、発射だからなんかそういうことも織り交ぜんのかなとか思っちゃって、うん、いやでもさっき、いやトシコ、だって俺は表に出るタイプなのは多分ハタロ君の次ぐらいなのよ、うんね、まあ正直さっきは、まあ、それこそうまくいったとは思ったけど、
立ち回ってたからなっていうのは、めっちゃどうに見ても人間だから、それをすごい一生懸命攻撃するのが気になる、うん、その攻撃する江口君が気になる、うん、どうしよう。俺は、大中さんはリラックス度を見た感じだと先ほどの仲間たちそんなに分かりやすいっていうのもなんかちょっと確かに引っ掛かるじゃないかなと思う。自分でも引っ掛かるけどね、それね。で、俺はすごい申し訳ないんですけど、畑野さんが怪しい、むしろ怪しいと思ってます、うん、マジですか、はい、畑野さんの口数の増え方が、うん、なんか死ねないんです、死ねないんです。僕は畑野さん、ホワイト、ひろきさんが怪しい、そしてひろきさんが怪しいままでいくと、俺は杉山さんとのラインが出てくる。杉山さんが建設的なこと言わなすぎるし、ひろきさんの様子も慣れてきたと思ったんだけど、その割には随分守りに入っちゃう。投票の時間です。投票の時間です。人狼だと思う方にバラを渡してください。金の音怖いわ。じゃあ僕も攻め口、一言コメントしない。まだかい。まだすみません、まだじゃあ誤解しないでほしいんですけど、確信があるわけじゃないんです。ただ意見をぶれさせるのもなんだと思うので。そうね、うん、そっか、うん、そうね、そういうのも大事だよね。僕今回一番最後に行きたいです。はい、あ、はい、杉山さんがいつも最後なんで。わかりました。がなんか守りに入っているような、守りに入る。どうぞ譲り合い。ちょっと今日の木村君、口数がちょっと少ないのが気になったので、はい、諸子貫徹。諸子貫徹、はあ、難しい。もう僕は直感だけで声優やってますんで。はい、すいません、お願いします。うーん、おっすいません、まあ確信はありませんが、僕も意見をぶれさすのもちょっとあれかと思ったので、すいません、畑さん、まだそういう段階だよね、ね、いや、諸子貫徹じゃないな、うん、あんまり細かいことはないですけど、ちょっとね、思うとこあって、全員の投票が終わりました。畑野さん1票、水島さん1票、高橋さん2票、杉山さん1票、安本さん1票、江口さん3票、木村さん1票。したがって本日追放されるのは江口さんです。では江口さん、別室へ移動してください。食べ過ぎた。食べ過ぎた。最後までとっと聞きすぎました。はい、ただし人狼は一人死んでます。江口拓也追放。いや、日和すぎましたね、ちょっとね。いや、もうちょっと攻めとけばよかったな。攻めが甘かったな。いや、でも結構考える人たちが今回多いんで、そういった意味では結構立ち回り本当に難しいザクビだなって思いましたね。悔しい、もうちょっとできたんじゃないかななんて思います。はい、残りはこの9人。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨夜人狼に追放されたのは、
安本さんです。安本さんは何も話すことはできません。このまま別室へ移動してください。安本ひろき追放。ですね、スガポンはうまくいったのかもしれないですけど、多分江口僕やっちゃった可能性ありますね。ミスリードしたかもしれないですね。だから僕の論調に乗っかった人をちょっと見たいなって思ってます。僕は遅から早から絶対にやられるとは思ってたんで、生かしてはもらえないので、この世界観だとよく喋る人はしょうがないですけど、まあこんなもんじゃねえかなっていうところです、現状は。はい、残るはこの8人。それでは今日も人狼を探していただきます。じゃあすいません、いいですか、うん、今まで黙ってたんですけども、霊媒師をやっております。おで、さっき僕ここでもう夜死ぬかななんて思ってたんですけども、去り際にあの人狼一人死んでますって言ってた江口くんは人狼でした。で、一番最初の日に、いなくなった菅沼さんは人間でした。おなるほど。ってことは、今多分畑野さんの発言がある前は多分みんなえぐっちゃんは霊媒師の可能性を、そう、えぐち君は霊媒師を語ってたので語ってるという、はい、でもあれで俺が分かんなかったのは、ね、俺も人狼経験ないから意味があるのかもしれないけど、うん、どっちって言わない意味あったっていう、人狼がね、誰が人狼だったって、あ、人狼一人死んで、あ、あの時で分かるの一人しかいなかったのか。そうだから江口ちゃんが、人狼は一人死んでますっていうことで、彼は人間のふりをしたのかなと思ったので、うん、僕あのいいですか、僕畑野さんが発言をする前に、江口ちゃんが人狼が一人追放されてますの段階で、葵くんが、人狼に追放されているので、結果菅沼さんが人狼っていう可能性を考えてたんですね。はいはいはい、江口ちゃんがもし霊媒師であれば、はい、でもこのタイミングで畑野さんが霊媒師と言って真逆のことをおっしゃったので、はい、ってなってくると、じゃあえぐっちゃんがその人狼が一人追放されてるっていう発言を去り際に残したメリットは何だったんだろうってちょっと思いつつ、うん、霊媒師のふりをしたかったんじゃないなんですよってことを考えると、うん、人狼か裏切り者の可能性もあるってことですよね。僕は人狼だと聞いてますけど確認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 能力があるもんですから、はい、僕はあのそういうふうに聞いてますけど違うってことないですよね。そうか、でもそうか、このタイミングで畑野さんの代わりに語る方が出てこないっていうことは、うんうん、そう、畑野さんの浸透性が高いのか、次のようにごめんなさい、多分流れ的にそろそろ僕殺されそうなんで、言っておきたいんですけれども、はい、予言者です。はい、うんうん、で、キューちゃんは人間でした、うん、ほう、うん、人間でした、ね、安本さんももちろん人間だし、うん、そして最後にひろきさんも人間でした、うん、ほう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 、なので人間で俺は知ってる人間という、うんうんうん、で予言者がいることも分かってて、霊媒師が仮にもし本物だった上で予言者がいると仮定した時に、そこで畑野さんが嘘をつけるとは思えない、うん、そうだね、うん、ってことは以前に畑野くんが嘘をつけるとは思えない、うん、そうそうそう、今何が行われてるかちょっと分かんないですけども、ただ霊媒師ですそれだけは勝負に出たのね、信じてください、勝負に出たのね、だってなんか嘘言ってるから直前で、もうだから俺その時にあもう俺死ぬのかなと思ったんですよ、これで死んだらもうだから事実、ね、真実はもう闇の中だなと思ったんで、最後にでも経験少ないとあれ焦っちゃう、追い込まれるよね、焦っちゃうんですよ、だって
本人だもん。でもちょうど霊媒師的な緊張感だったよね最初から。そのせいだったのかっていうのがあるな。残念感はあるそうなん、残念感はある、いや死にたくはなかったです本当に。せっかくいただいて。ちょっと待って、ってことは、えぐっちゃんが人狼か裏切り者の可能性がある以外は今その、キム兄やと畑野さんの話を聞くと今のところ人間が3人追放されてるっていうこと。そう、うん、そういうことがあるね。やばいね。メシャリの立つ人間がうち2人。番組だけに困ります。だからここでもう一回ラインをひょっとしたら確認しておいた方がいいかもしれない。そうだね、そうだね。畑野君と良平君はだからとりあえず人間と今信じるならば人間だよね。おそ、うん、らくそれでいかないと勝てないと考えて、うん、それでそのラインで見てもらってる、うん、あそうや見てもらってる、ね、てる人間信じるとなるともうそれしかないもんね今見出せる、うん、エグにバラを渡したのは俺と安本さん、うん、あそうだ、うん、これはうん、まあヒロキさんももちろん人間としてヒロくんも可能性としては、うん、ってことだよね。どう思います現状。いやだって人狼だったらまあ何見せしめ的にやるんじゃない限りは渡すことはないと思うよ。かなり注目されてたし結構その前から渡してました、ね、そうそうずっと初志貫徹で渡してたからね、うんうんうん、逆に今周りを見てどう思う。今はだからその消去法で人間人間人間、うん、っていうふうに仮定して今話を聞きながらこの3人以外でどっかに入れようかと思ってる、うんうん、常々話題になってましたけど大中さんはどうですか。大中さんまだ注目しなくて未だに裏切り者だと思ってる。おいおい注目されないせいのもと逆に裏切り者だけど余裕のない。そうするとないなあったら奇跡だな。ないな、はい、ない、はい、俺は違います。っていう理論の流れでいくと可能性が高いのはこの3人のうちの2人ってことになっちゃうんだけど、うん、そうそうだね。え、どうですか。早いな、そうする。いやー、あ、いや俺は違うよ。俺は違うけど俺はねえぐっちゃんが追放された時の杉山さんを僕ちょっとずっと見させてもらってたんですけど杉山さんの表情がちょっとだけ気になったのはありました、はい、先ほど多分モニタリングで僕を見ていた方々が思うなんかちょっと怖いって思う目をされてたなっていうことと野次元さんが僕は可能性として拭い切れてないところですね、うん、どうですか、うん、私は一貫してこう最初のハイテンションがハイテンションというかなんだろう雰囲気、はい、2連続じゃねっていう自分で振ってるみたいなところで、で余計上がる。俺もだって一戦目の時にちょっとやっぱり自己紹介上がってる人は怪しいよねでバッチリ当たったもんね。はい。そうなんです。うん、僕はあでも違いますよ。杉山さんの自分かなと思うんですけど大中さんは。あれは今広瀬さんの可能性っていうのはありますもちろん、うん、あります。入れてくださいそれは。だから。そうなんだけどでもなんかまだ初心に戻ってきた感じはするんだよな。投票の時間です。投票の時間です。人狼だと思う方にバラを渡してください。もうこれも賭けに出てるわけだもんね、はい、変に散らさない方がいいと思います。まだ人狼2人いる可能性が、うんうん、じゃあ、うんうん、やはり建設的な意見が少ないです。そして今まであんまり人狼やってこられたことないんでそれに戸惑ってらっしゃるのかなという気がしてます。何ターン目だったっけかな、なんか話した様子がおかしい、いつもさっきより前のめりだと言った後のこの寡黙感やばいと思われたのではないかと。票は散らすべきではないとのことだと思います。まあ裏切り者だと思うけど人狼でもおかしくないので投票に散らすとよろしくないと。はい、すいません。はい。もう何の意味もないんですけど。
何の意味もなくなっちゃった。なんかね、こういろいろ頑張りたかったっす。はい。そっか、ここか。全員の投票が終わりました。水島さん1票、杉山さん7票、したがって本日追放されるのは杉山さんです。では杉山さんは別室へ移動してください。はい、大丈夫だと思います。杉山範明追放。はい、お疲れ様でした。苦手です。苦手って何が苦手って、こうなんかいろいろね、リアルタイムでいろいろお話をね、いろいろ組み立てて、こう整合性みたいなものを検証していくのがなかなか難しいですね。ということで、すいません、何にも活躍できませんでした。残るはこの7人。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨夜人狼に追放されたのは畑野さんです。畑野さんは何も喋ることができません。別室へ移動してください。畑野渡る追放。何でもそうかもしれませんけども、やっぱり見えすぎるっていうのは怖いものですね。でも何かこの世界がね、平和になるんだったら自分の技能みたいなものも役に立てばいいななんて思いながらゲームに参加させていただきましたけども、やっぱりなれるってことはないですね。でも嘘をつけないということを今回は逆にもう言ってゲームに参加するという方法でやってみました。残るはこの6人。それでは今日も人狼を探していただきます。まあそうなりますね。なるほど。まあ、でもいい仕事でしょ。なんで良平じゃないんだ。そこ、多分ですけど、畑野さんが霊媒師で、その霊媒の結果を知られたくなかったってことを考えると、杉山さんは人狼だったのかな、そうだね、っていう可能性が高いですよね。キムニーヤンは誰を占った。僕はさっき最後に杉山さんと野次さんだと思うって言った通り、野次さんを占いました。人狼でした、私が人狼で、なのでこれは確定だと思っていただいていいです。僕もぼんやり人狼だと思ってたんで、それで確信を得ました。私は兄弟兄弟、やっと攻撃、やっと攻撃できる、兄弟のヤーツ、やっとリベンジできると思う。兄弟のヤーツ、どっちなんだろう。兄弟のヤーツでね、こうリアクションとか喋り方とか見て、そうだな、そういうことなんで。他に考えておくべきことはないのかしら。俺トッシーはすごく今回建設的なことを言ってると思うんだよね、前回は、向こうの部屋で見てたから、分かって見てたから余計かもしれないけど、すごく引っかき回してたような気がして、そうだね、身のあることあんまり実は言ってないみたいな、はい、
だけど、うん、うん、で、まあそうね、大地さんどう思う？もう分からなくなってます、うん、でも要するに今家庭の上でだと、うん、ラストになるのかなっていう可能性は高いっていうこと、うん、まあこれで遠慮で追放できて、うん、最後の一人なら勝ちと、うん、早いなこれそうかなる、ね、うん、そうだね、あれ、うん、そうか、えだって現状人狼が今可能性としては、まあ、霊媒であることを信じるのであれば多くて2、うんうん、多くて2人いる可能性がある、ね、杉山さんがどうだったか次第、うん、ああなるほど、あやっぱそこがポイントなんだね、うん、だからまあ預言者の良平と霊媒師の畑野が、まあ、ボディーガードがどうなるかわからないけど、うん、どっちか行くっていう選択をこっちにしたということは、うん、多分これを知られたくないっていう心理は正しいと思うんだけど、そうだよね、うん、名乗り出る前に語りが現れることはできないもんね、そう、そこなんですよ、だよね、うん、で俺もそのキム兄やんが預言者ではなくて、うん、その語りにしているっていう可能性もずっと引きずってはいたんですけど、でもそれをやり始めるって結構博打だもん、ね、そうなんですよ、うん、で本人本当の預言者も出てこないのもおかしいし、うんうん、本当の預言者、うん本当の預言者がもう先に追放されているということで人道を知るチャンスがあったかどうかでね、そうそこなんですよね、うん、そこがだから誰が、うん、なかったように思うんだよな、だから俺はそうなんですよ、良平は信じていいと思うんだよな、その良平が言ってるっていうことも信じていいっていうなるんだけど、なんかもやっとするのは何だろう、うん、最初の葵は何だったんだろうね、だとしたらね、うん、あの悔しそうだったの、うん、あれは何だったんだろう、ボディーガードだったのか、役職が裏切り者だったのか、まあ今のところ守れてないってことはそういう可能性高いのか、うんうん、そうね、そうだよね、今のところ人狼の攻撃をセーブできたことないから、賢者なんか保身の言葉はないのな、保身わからないここまで来るとわかんないが、僕はずっと疑われてるけど、最初のインスピレーションを信じているって、そこは一貫して書いてない、うん、しかしその最初のインスピレーションで笹沼さんは失敗してるじゃない、うん、うん、だからここ最近の会話でやった方がいいような気がする、そっか、最近のだと僕は余裕っていうところだけしか僕は確信が持てないっていうところだから、余裕があるから大中が余裕があるから人間なんじゃないかってずっと思ってたけど、ここに来たらもう疑わざるを得ない、うん、っていう、ここじゃないんならっていう、うん、まあ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 、でもここはごめんなさい、確定なので、うん、あまり、うんうん、意味はないですね、うん、もしこれでダメだった場合、うん、俺はおそらく今夜死ぬんで、うん、皆さんね、投票の時間です、投票の時間です、人狼だと思う方にバラを渡してください、ああそうか、じゃあ僕は率先して、はい、そうだよね、同じです、やっとリベンジが果たせる、私は私を襲うって言うんだったらこっち、はい、うーん、良平が語りをできるチャンスはなかった気がするんだな、うん、なので信じます、はい、僕もキム兄やんを信じます、仮に、キム兄やんが何か預言者じゃない状態だとしても、はい、多分結果はこうだろうなと思います、おしけさん、ああまた有効投票じゃないし消化試合当格の上になっちゃいますはい、ありがとうございます、お達者でお達者でとか言っちゃう、全員の投票が終わりました。野島健二さん5票、木村さん1票、したがって今日追放されるのは野島さんです。
では別室へ移動してください。初追放です。さあ、そして恐ろしい夜がやってきません。3匹の人狼をすべて追放することに成功いたしました。やったー。人間の勝利です。あれそうですか、やりましたね。よっしゃ。野島健二追放。はい、ついに、選ばれてしまいましたが、やっぱ最後までいなかったですね。こうなかなかこうモニタリングルームで見るよりもやっぱ現場でこう最後まで見届けたいって思いがすごい強かったので、来てしまったのは悔しいんですが、うん。それにしてもでも、もうちょっとこういろんなこう意味で自分がこうイニシアチブ握ってこうみんなをね先導していろんな意見を出していって、みんなでもっと考えていきたかったなと思いました。まだまだ課題はつきませんが、兄が一緒にいると良くも悪くもこう兄が全部見えてしまうので、なんか複雑です。兄の考えてることがなんかすごい見えるんですよね。兄は俺のことどう思ってんだろう、あの人は。なんか兄から指名されないんで、まあ最後はねやっと兄のこう意思が見えましたけど、もうちょっとなんかこう一対一でバトルしたいと思います。家でね。またぜひお会いしましょう。はい。人狼を3匹とも追放したため人間の勝利。さあ、ゲームが終わりました。追放されていた皆さんも戻ってきてください。よ、帰ってきて。帰り。かっこいい、かっこいい、かっこいい。いい仕事したよ。グッジョブ、グッジョブ。タイミングが良かった。いや素晴らしかったね。いい仕事だね。やったー、すごい。いやー素晴らしかったね。はい、皆さんお疲れ様でした。それでは波多野さんから順番に自分の役職を皆様にお伝えいただければと思います。どうぞ。はい、私、神の声が聞こえておりました。霊媒師でございます。ストーリー好きね。ありがとうございました。霊媒師は霊の声で。はい、次の方どうぞ。僕はでした。何ですか、何ですか、何ですか、ちゃんと言えよ。めっちゃ切れてるぞ、めっちゃ切れてる。僕はルンでした。これまだリンザブロー、リンザブローだったの。裏切り者で。はい、裏切り者を裏切りました。裏切り者すら裏切っちゃった。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてお願いします。はい、僕は人間ではありませんなんて言っちゃってすいませんでした。本当に出ちゃったんです。人間です、すいませんでした。本当に出ちゃったんだ俺。あの農薬職の村人でした。なんで本当出ちゃったんだ。僕も本当に謝りました。なんか出ちゃったの。はい、次の方お願いします。はい、私も、役職のない人間でございます。はい、じゃあ次の方お願いします。はい、慣れない人狼をやらせていただきました。足を引っ張ってしまってすいませんでした。活躍したらしい。はい、では次の方お願いします。はい、これから波多野さんに何でもします。ボディーガードの青井翔太でした。やったね、何でもしますから。本当に、本当にずっと話してた。こちらこそすいません。はい、では次の方お願いします。はい、村の酒場で一番人気の踊り子、もしくはただの村人です。一番人気。ありがとうございました。はい、じゃあ続きましてお願いします。はい、普通の声優人間野島でした。声優人間、裏一番のサラリーマンでした。はい、次の方お願いします。人狼ですけど何か。だろうな、分かりやすい。人狼ですけど、だろうな。なるほどね。はい、次の方お願いします。
はい、ただの弟であり人狼の野島健二です。弟が人狼。はい、ありがとうございます。予言者でした、うん、ありがとうございました。素晴らしいよ、うん、一番いい場所に予言者。はい、では次の方お願いします。はーい、懲りてねみんなと最後まで一緒に戦えて楽しかったです。人間でした。チリツボ。はい、ありがとうございます。ちなみに人間5人のうちに紛れ込んでいた王子、おお、うん、王子は追放され、ね、誰だ、誰ですか、それとも生き延びた高橋さんでした。やっぱりな、俺そうかな、王子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 、苦しいね、苦しいせっかく生き残ったのに襲撃をされなかった王子が最初にバラとか渡してすいませんでした。苦しいない無傷の王子、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 栄えるぞ。やりました、皆さん、皆さんを現実世界へ戻すエネルギーがたまりました。1時間ぐらい巻きで帰れる。そちらの扉から出れば皆さんの世界に帰ることができます。ありがとうございました、伝説の英雄、いや声優たちを。もう一回違いない、もう一回違いない、もう一回やめて。あ、帰帰あ、開いた、あ、開いた、開いた、帰る、よし、飲み行こう。ありがとうございます。ビール食え、ビール食え、ビールだ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 、ビールまた来るよ、またね、また来る、クリス、クリス、また来るね、違う、クリス、見えたね、クリス、クリス、またね、クリス、聞きません。渋滞が起きてるから、渋滞が起きてるから、ちょっとだけ酒が苦いけど耐えれるからいい。着にまた皆さんありがとうございました。どういたしまして、説明が遅くなりましたが、入り口にあるその玉触らないようにしといてくださいね。大変なことになっちゃいますよ。すいません、なんとも欲しいよ。すいません、あんた、すいません、なんだその設定、設定しちゃったよ。追放者ルーム。追放された人は残りのバトルを観戦。はい、こちらの方でよろしいですか。こちらの方で。ああ、そうなのか、これはわからないよ、これはわからないよ。こちらになります。確認ができたら目を閉じてください。なんで自分になっちゃったと思います。あ、もうそれ自分がなんか普通に人間なのに人間じゃありませんって何でか言っちゃったっていうね。目を開けて。1日目夜。それでは恐ろしい夜がやってまいります。皆さん目を閉じてください、目を閉じてください。人狼の方目を開けてください、人狼の方目を開けてください。今晩誰を襲いますか、誰を追放しますか。こちらの方でよろしいですか、こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしければ目を閉じてください。こちらの方でよろしければ目を閉じてください。続きまして預言者の方目を開けてください、預言者の方目を開けてください。今晩誰を占いますか、今晩誰を占いますか。こちらの方でよろしいですか、こちらの方でよろしいですか。こちらの方の正体はこちらになります、こちらになります。確認ができたら目を閉じてください、確認ができたら目を閉じてください。続きまして霊媒師の方目を開けてください、霊媒師の方目を開けてください。いや頑張ってみんな、
昨日追放された方の正体はこちらです。こちらです。確認できましたか？確認ができましたら目を閉じてください。確認ができましたら目を閉じてください。いや、わちゃ頑張って、ちゃんと伝えて。続きまして、ボディーガードの方目を開けてください。ボディーガードの方目を開けてください。今晩誰を守りますか？今晩は誰を守りますか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方でよろしければ目を閉じてください。目を閉じてください。信じちゃってんだね、人狼なのにな。2日目朝、昨夜人狼に追放されたのは葵さんです。葵さんは何も喋ることができません。別室に移動してください。これは痛いな、ボディーガードがやられちゃったから。それでは今日も人狼を探していただきます。あいつ役職だった可能性あるね。そうなんですよ、だからじゃないか。そして多分僕がいなきゃダメだと思いますって言ってたってことは、うん、預言者ではないと思います。ボディーガードな気がするんだよなと思います。あ、うん、そういうこと、はい、うん、可能性もあるのか。だったら言ってましたもんね。そう、預言者か霊媒師だったら言ってた気がする、うんうん、最後で、うん、あ、そうか、だから名乗るのも難しい、うん、あ、でもまあ霊媒師も預言者だけですね。それも可能性ある、うん、さっきのプレイング、僕のプレイングを見てるからあえて言わんかったのかもしれないし、うん、もしかしたらね、まあ、あの預言者残ってるよと思わせるために考えた可能性もあるし、初日に追放された菅沼さんが、うん、どっちだったかっていうのは大事なことですか？大事なことだけども、人狼じゃなかった場合は今霊媒師仮に生きてるならね、翔、うん、ちゃんじゃなくて生きてるんだったら出なくてもいいかなと思う、うん、なるほどね。あー、ごめん、俺がなんか足引っ張っちゃったの。 なんかだって俺だって人間だよ、なのになんか人間じゃありませんって出ちゃったんだよね。だからやっぱみんながそう思っちゃったんだよね。そう、僕すげーわかんない、これわかんないよね。守っちゃったじゃん、だって守っちゃった。わかんないよね。だから考えてたんだよね、人狼だを見てたから。僕のことボディーガードって言ってました？今言ってた。今豊永くんが多分僕を守った方がいいって言って、言ってたから、守らなきゃって言ってたからボディーガードじゃないって話、うん、で畑野くんは僕が普通の人だっていうの知ってるから、うん、今安本ちゃんに菅沼さん、死んだ菅沼さんは何かっていうのは重要なことですかねって話をして、重要だけどまだ言わない方がいいかもって、そうするところ霊媒師ってバレちゃうからねっていう。確かに。でもあの5人になったじゃないですか、また同じ点になって、もうあの場ではでもやっぱ自分生き残らないと。そうだよね、そうダメだから。だって守れる人いなくなったらガタガタってきちゃうもんね。そうなんです。だから自分は残しておいた方がいいですって言ったんだもんね。でそれでボディーガード、霊媒師的に仮に人狼だったとしても今は言わない方がいいみたいなのがあるのかな。人狼だった場合は言ってもいいか。ああ難しいな。難しいですね。結果ここで語りが出る可能性もあるから。語りね。あ、でも人狼だったら言ってんじゃないかな。ボディーガードが生きてるかどうか分かんないけど、うんうんうん、いや青いくな気がするな、うん、言っちゃえ。なんか一斉にキューちゃんにバッて行くほどの音があったかなと思って。まあでも 最初はね、情報がないからなかったな。いやー、僕なんで畑野さんに入れちゃったんだろう。いやもう僕は、いや一回だからそういう風に思っちゃうとね。畑野さんに入れなきゃよかったって言ってくれたからそう、この後ね絶対畑野さんがなんて言おうと畑野さんが怪しまれちゃうんですよね。だってね、こうバラくれた時と回答を変えてくれたわけじゃないですか、うんうんうん、うわもうごめんなさい畑野さん、うんうんうん、僕はあの今のところアクションが起こしてねえのが野島兄弟と杉山さんだから話聞きたいなと、うん、あいいとこつくね、いいとこつくね。一番最初に言ったみたいにちょっと頑張って活躍しないと役に立てないなっていうところがあるので、まあ、人狼としてね言っちゃうといろいろ多分
あれなのかなっていう思いもあったりして、まだ早いのかななんて思ったりもして、あ、人狼になってもうまいなこの人は、ね、あのもう一回裏切り者なんじゃないかなと思ってみてと、ずっと、うん、あのひろきくんがもう一回同じのあるんじゃないって言った時にすごい苦笑いしたように見えた、あ、でも、はい、でもそのままの、あの、ね、ちょっとは引っかかるけど、裏切り者だと思ったとしても人狼だからね、ちょっとね、悪くはないもんね。1日目の在中はすげえリラックス、半端ないリラックス感、半端ないリラックス感、そのパターンがあるからな、いやっていうのが、そのそうだからリラックス感が僕はなんかちょっと怪しく感じてしまったんですよ。あ、もうそっか、いやでもそっか、人狼だからそっか、裏切り者だけど人間だと思ってるもんね。そうなんだよね、リラックスの演技なのかなって思っちゃった。戦法変えてきたと。そう、あ、同じ、うん、状況になった時に同じことはできないからね、発射だから、なんかそういうことも、いやでも潰してくれたら嬉しいけどな。確かに、ね、裏切り者だって俺は表に出るタイプなのは、多分畑野くんの次ぐらいなのよ、多分、うん、ね、まあ正直さっきは、まあ、まあ、それこそうまくいったとは思ったけど、立ち回ってたからなっていうのは、めっちゃどうに見ても人間だから、それをすごい一生懸命攻撃するのが気になる、うん、その攻撃する江口君が気になる、うんうん、あ、いいこと、いいこと言った、いいこと言った。これは、畑野さんが怪しい、むしろ怪しいと思う、うん、マジですか。あ、畑野くん、じゃあそこで言っちゃ言っちゃ、手数の増え方が、うん、なんか死ねないんです、うん、死ねないんです。僕は畑野さん、ホワイト、ひろきさんが怪しい、そしてひろきさんが怪しいままでいくと、俺は杉山さんとのラインが出てくる。杉山さんが建設的なこと言わなすぎるし、ひろきさんの様子も慣れてきたと思ったんだけど、その割には随分守りに入っちゃう。投票の時間です。どうなるんだろう。投票の時間です。人狼だと思う方にバラを渡して。ピンチかもな。ピンチですね。これでやられちゃったらきついよ。あ、お、よし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 、いいぞ、この流れいいぞ、この流れはいい。おーおーおお、潰し、まあ、まあまあ潰し合いになるけど、人間だと思ってるからね。そうですね、裏切り者と思ってないから。あ、じゃあ誤解しないでほしいんですけど、確信があるわけじゃないんです。ただ意見をぶれさせるのもなんだと思うので。そっか、そうね、そういうのも大事だよね。僕今回一番最後に行きたいです。はい、あ、はい、杉山さんがいつも最後なんで。わかりました。がなんか守りに入ってるようで、ね、それは素晴らしい。そうね、操れちゃうからね、後出しじゃんけんの方が強いもんね。いいね、いいね、いいね。じゃあどうぞ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 譲り合い。ちょっと今日の木村君、口数がちょっと少ないのが気になったので、はい、潰しに来てるか。諸子貫徹。諸子貫徹。おっ、おっ、しょ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 。僕は直感だけで声優やってますんで。おー、しょ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 、いいぞ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 。ボディーガードなくても頑張ってくれ。野次健さんには行かないか。行かないんだよ、やっぱり、やっぱり行かないんだよね。行かないんだよね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、うん。これ裏切り者だから、この状態だとすごい難しいんだよな。どうしようかっていうことを考えてんだろうね、そのかき乱すためにね。ね、どうなったらかき乱せるか。趣旨貫徹じゃないな。でも人狼も分かんないからね。うん、あんまり細かいことはないです。ちょっとね、思うとこあって。そう。おっしよ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 し。これあんま声出してると聞こえちゃうんだからね。でこれでエグーが行って、で霊媒師は生きててくれてれば、木村さん一票、人狼だってわかるから、うんうんうん、本日追放されるのは江口さんです。では江口さん、別室へ移動してください。食べ過ぎた、食べ過ぎた、最後までとっと聞きすぎました。はい、ただし人狼は一人死んでます。2日目夜、わちゃ生きてて、わちゃ生きてて。それでは恐ろしい夜がやってまいります。お願い、襲撃しないで、うん、皆さん目を閉じてください、目を閉じてください。
人狼の方、両兵とわちゃ、両兵とわちゃ、人狼の方、目を開けてください。今晩誰を追放しますか？今晩誰を追放しますか？安もっちゃんか。あ、こちらの方でよろしいですか？まあだって リードしてるからね。でも預言者と霊媒師生き残るから。そうですね、うん、これでタッグを組めば、うん、そうそうそう、これでわちゃが言ってくれれば。続きまして、あ、どうも、吐き乱してくれたな。そうね、今晩は誰を占いますか？誰を占いますか？今これで安本ちゃんがやられちゃうよ。今二人が安本ちゃんにしたから。もうそう、やっぱリードしてるからね。こちらの方でよろしいですか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方の正体はこちらになります。こちらになります。よろしければ目を閉じてください。目を閉じてください。ここで安本さんは、ね、続きまして、うん、霊媒師の方、あんだけ引っ張ってってるからね。霊媒師の方、目を潰しておきたいよね。昨日追放された方の正体はこちらです。こちらです。ほう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 って顔して。確認ができましたら目を閉じてください。確認ができたら目を閉じてください。いやでも嘘つけないから、うん、花さんは逆にこれを信じていけば勝ちは見えますね。ボディーガードの方、目を開けてください。はい、もう開けてるよって。今晩誰を守りますか？もうなんで、今晩は誰を守りますか？なんで僕狙われたんだろう最初。ほら、生き残らなければっていうので、やっぱりね。よろしいでしょうか。3日目朝、昨夜人狼に絶対思わんね。大丈夫よ畑野さん、まだ大丈夫よ。俺死ぬって顔してるよ。いやでもやっぱ誰も同じ検査行かないね。そう、行かない、一言も言ってないんで。まだね、怪しいってね。安本さんです。まあそうなんだよな。安本さんは何も話すことはできません。そうなんだよな。だってこの一言絶対欲しいもんね。それでは今日も人狼を探していただきます。すいません、いいですか？あ、ほらわちゃ言うよきっと。黙ってたんですけども、霊媒師をやっております。お、うん、でさっき僕ここでもう夜死ぬかななんて思ってたんですけども、動くかな。あの、人狼一人死んでますって言ってた江口くんは人狼でした。で、一番最初の日に、いなくなった菅沼さんは人間でした。ごめんよ、ってことは、今多分畑野さんの発言がある前は多分みんな江口ちゃんは霊媒師の可能性、そう、江口くんは霊媒師を語ってたので、人狼は一人死んでますっていうことで彼は人間のふりをしたのかなと思ったので、うん、ごめんよ。違う、俺が悪い。俺だって本当に出ちゃったんだよ。本当悪い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 。こっち来る？いやー、いなくなっちゃった先にごめんなさい。いやでも俺は何もなかったからね。今でもね、わちゃがね、霊媒師って告白して言いましたね。で、エグーが人狼で俺が人間だってことは今言ってて。あ、また畑野が動いた、うん、今ようやく言った。勇気を出して。これでも頼もしいね、まだ良平と、そう、予言者と、そうそうそう、霊媒師のふりをした。あと ひろきさんをどんだけこっち引っ張れるかね。ことを考えると、でもね、ケンジさんがすっげえ黙ってっから次ケンジさん行こうと思ってたんだよ。本当言わない、本当に言わない。やっぱ言わない人が人狼だね。畑から見てるとこんな分かりやすいのにね。ここで水島さんが動くか動かないかですね。多分流れ的にそろそろ僕殺されそうなんで、言っておきたいんですけれども、はい、これは預言者です。おお、はい、どうなのこの手は。まあ多分今まで沈黙が結構あったから、良平は、うん、人間でした、ね、安本さんももちろん人間だし、うん、そして最後に弘樹さんも人間でした、うん、ほう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 。なのでだからこれがね、綺麗にね、人ばっかだから信じられないよっていうふうに、さっきと同じパターンなんだよね。人狼2人に裏切り者1人のままだもんね。
霊媒師が仮にもし本物だった上で預言者がいると仮定した時にそこで畑野さんが嘘をつけるとは思えない。そう、ね、ここ両平が頑張るしかない、ね、あとトッシーがそれを疑わないことが大事だね。以前に畑野くんが嘘をつけるとは思えない、まあ、江口今どっちに加担したいか分かんないんだけど行われてるかちょっと分かんないですけども、ただ霊媒師ですでもね、いや でも今江口が霊媒師かもと思ったから炙り出しには成功してるんだよね。そうなんです。嘘言ってる。次人狼サイドは多分渡辺を食うはずだから、良平がケンジさんを積もれればいいんだよね。うん、ケンジさんも闇の中だなと思ったんで最後に。でも経験者、頑張れ渡辺頑張れ。そう、ここ結構クライマックスだよね。俺絶対死ぬタイミングここだなって分かってたそういう顔してました、うん、死ぬなそろそろだって驚きもしなかったもんね、うなずいてただけだからね。残念感はすぐ後ろ行った。ちょっと開くドアが逆だった。そうね、せっかくいただいて。ちょっと待って、ってことは頑張れ、年頑張れ。人狼か裏切り者の可能性がある以外は今その、キム兄やと畑野さんの話を聞くと今のところ人間が3人追放されてるっていうこと。そう、うん、そういうことがあるね。やばいね。ベシャリの立つ人間がうち2人。ああ番組的に困ります。人間と特にヒロキさん疑うな、ヒロキさん疑うな。確認しといたらいいかもしれない。そうだね。いやー、ヒロさん怖かったんだよな。人間と今信じるならば、はい、俺スガポンより出口先に行くべきだったんだね。ごめん、俺の二択ほんとそこだった。俺がなんで出ちゃったか分かんないんだよ、人間じゃありませんって。ほんと出ちゃったんだよ。そういうもんなんだね、うん、エグにバラを渡したのは俺と安本さん、うん、あ、そうだ、うん、いいぞいいぞ、そういうところだ、そういうところだ。そうそうだね。まあ、ヒロキさんもちろん人間として、ヒロ君も可能性としては、うん、ってことだよね。どう思います現状。いやだって人狼だったらまあ何見せしめ的にやるんじゃない限りは渡すことはないと思うよ。かなり注目されてた。俺がさっきやったのは、杉山さんがいつも最後だからってわざと言ってね、うん、あ、それうまいなと思った、うんうん、動けよと思って見せたの、うん、みんな、うん、人間人間人間ダイイングメッセージなんだけどっていうふうに仮定して今話を聞きながらこの3人以外でどっかに入れようかと思ってる、うんうん、こっちから見ると分かるんだけどね、うん、こうじゃ分かんないね。見事で杉山さんと大地さんが最後まで動かなかったでしょ。それをね気づいてほしいんだけどな。キャラも気づいてくんねえか、うん、ないな。杉山さんの動きってヨーヨー見るとすごいずるいの。責任を人に乗っけられるムーブしかしてないから、だからそういう風にさせないように潰しちゃえばいいわけだね、うんうん、そうだね。え、どうですか。そうするいやいいぞいいぞ、両方あったら合ってるよ、いけいけいけ。いや俺は違うよ、俺は違うけど、俺はね、両方江口ちゃんが追放された時の杉山さんを僕ちょっとずっと見させてもらってたんですけど、杉山さんの表情がちょっとだけ気になったのはありました、うん、はい、先ほど多分森健二を見ていた方々が思う。そして健二さんなぜまだ動かない。これ助けないとね。健二さんでも自分のキャラ分かってるからなんとなく意味あるように見えちゃうね。私は一貫してこう最初のハイテンションが、ハイテンションというかなんだろう、雰囲気、はい、2連続じゃねっていう、自分で振ってるみたいなところ。ケンさんはあれなんだよ、キャラがあるから強い、強いね。一戦見るときちょっとやっぱり自己紹介上がってる人は怪しいよね。でバッチリ当たったもんね。はい、高橋さんダメなんだ、どっちダメなんだ、どっちダメなんだ。高橋さんはとてもいい人だかなと思うんですけど、大中さん。俺は今ヒロさんの可能性っていうのはあります、もちろん、うん、あります、うん、入れてください、それは。これ大中さんあれだね、人狼気づいてる行で気づいてない、ね、気づいてないと思う、うん、だけど多分エグーの最後の一言で混乱してんだろうね。初心に戻ってきた感じはするんだよな。投票の時間です、投票の時間です。人狼だと思う方に、いやでも結果この流れは僕人狼みたいな雰囲気で、結果僕に入れてない人ってなると、だから両平のファインプレーがあったんだよね。多分あのあえて人しか占ってねえよ言うのが疑われるかと思ったけど、渡るという圧倒的な嘘をつかないアイコンがいたおかげで信憑性が増すんだよね。やはり建設的な意見が少ないです。そして今まであんまり人狼やってこられたことないんで、それに戸惑ってらっしゃるのかなと。おー、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ、両平頑張れ頑張れ。何ターン目だったっけかな、なんか話した様子がおかしい、いつもさっきより前のめりだと言った後のこの寡黙感、うまい、いいぞいいぞ、思われたのではないか。いけ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 、票は散らすべきではないと。
まだ、よし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 、まあ、裏切り者だと思うけど人狼でもおかしくないので、よし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 、みんなの気持ちが一つになって、ヒロさんは今そういうプレングリー分かってね、ヒロさん多分本当に今混乱してるから、だからケンさんがどう思うか、よろしく、まあそうだよな、そうだよな、これでももうしょうがないよね、疑われちゃう、でもうまいよね、一番最後まで残んなかったもんね、これは満場一致にするしか変、そうだね、見えないからね、ただこっから野地さん炙り出すのって難しいのかね、大中、これは大中入れなきゃおかしいよ、何の意味もないんですけどまあこうなるよね、いやーこれ両平がうまかったのと渡るの、そうだね、誠実な性格が絶対に嘘は言わないっていうね、希望が見えてきた、うん、そうだね、勝てそうだね、したがって本日追放されるのは杉山さんです、これで何て言うか、ここで何て言うか、良平か渡るのどっちが死ぬかなんだよね、杉山さんは、まあ、確実に名前出してるからやられるよね、はい、でボディーガードがいないから大丈夫だと思います、なんだお、なんだ大丈夫だと思いますよ、どうみんなが捉える、だからすごい人だっていうふうに思わせたいのかな、それか裏切り者のフリーかもしれないね、はあはあ、なるほど、そしてバラ全部持ってきましたね、そうだね、本当は一輪だけ残ってる、一輪だけ残ってる、何をしていいのか分かんない、初めての人狼ですから、ね、いやでもあれはひろきさんがうまかったですよ、ひろきさんがあのラインコントロールで杉山さんを出したり引っ込めたりをしてその通り動いちゃったら、それはちょっとやっぱ怪しく見えちゃうっていう、あと良平と渡の出方のタイミングがもうこれは結構なカテラチオだから、木村君の予言者ですのタイミングで出ようかと思ったんだけど、でもなんか辻褄が合わなくなりそうだなと思って、整理ができてないと言えないんですよ ねと思って、ダメだ、杉山さんなんて全然感じてなかったです、僕守っちゃいましたもん、一回目守られて、まあ、純粋に人狼サイドが翔ちゃんを食べに来たっていう、いや本当スガポンを殺してしまったことが、いや俺が、ね、や自分で自爆してんだから、でも多分、まあ、まあ、渡る行くと思うんだよ俺、うんうんうん、人狼の方目を開けてください、人狼の方怖いから、いやでも渡る行かないと死体で人狼って出ちゃうから、そうかそうか、そうか、今晩は誰を、だから多分追放しますか、多分渡るを食うはずなんだよ、そうだね、そうだね、こちらの方でよろしいですか、木村さん、であと良平が健さんを祈ればいい、予言すればいい、よろしければ目を閉じてください、でも白を増やすために年を占う可能性もなきにしもあらずなんだよな、そっか、脇から固めていって、うん、どっちでもね、多分ね、両兵勝てるはずだ、予言者の方目を開けてください、予言者の方目を開けてください、賢治さん占い、賢治さん占い、今晩誰を占いますか、頼むぞ、誰を占いますか、頼むぞ、賢治さん頼むぞ、ラジさんで終わるよ、どっちだ、おいしマジか、素晴らしい予言者プレーだね、何のミスもない、こちらになります、さっきの俺のポンコツぶりよ、本当こちらになります、分かったら目を閉じてください、うまい、目を閉じてください、ファイアコン MVP だね、勝ったか、勇気を持って飛び出すっていうのと、でも両辺だから多分どっちかが生きてれば大丈夫と思ったんだよ、霊媒師の方、あ、ここで人狼で出た時の渡る表情見たいね、昨日追放された方の正体はこちらです、こちらですなぜか祈ってる、泣きそう、目を閉じてください、あ、だもだも渡るが追放されてしまう、続きまして祈ってる、この答えをみんなに伝える前もないボディーガードの方目を閉じて、呼んでるよ、呼んでるよ、呼んでるよ、はい、誰守る、畑野さん守りたいです、畑野さん守りたいです、本当すいません、なんかいや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 、俺が本当、いや、これは渡辺と両辺のファインプレーだね、同時に出るは強いね、4日目朝、昨夜人狼に追放されたのは温めてあげる、お水をあげる、畑野さんです、あとはトシ、あとはトシがとことん良平を信じろ、そうだね、喋ることができます、お願いします、ひろきさんももうひろきさんもお願いだ、それに乗ってくれ、そうそうだね、それで十分、それで十分、こちらに来たら僕謝りますから、教えたい情報があるのに、そうですね、教えたい情報ね、コンビがすごい、畑野さんが霊媒師で
その霊媒の結果を、そうそう、そういうことです。そういうことで知られたくなかったってことを考えると、杉山さんは人狼だったのかな、うん、いいぞ、年いいぞ、そういうことだっていう可能性が高いですよね。うん、キム兄やんは誰を占った？僕はさっき最後に杉山さんと野次さんだと思うって言った通り、うん、野次さんを占いました、うん、人狼でした。よし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 、なのでこれは確定だと思っていただいていいです。よし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 、あとはひろきさんが疑心暗鬼にならないこと、それで確信を得ました。広さんは、広さんは今回乗るだけ。やっと攻撃で、やっと兄弟のやつ、リベンジできると思う。兄弟のやつ、兄弟のやつ、兄弟のやつ、リアクションとか喋り方とか見て、ここまで来るとむずいね、現実ね。難しいね。大丈夫さんが動かなきゃいけないんだよ。いや、ナイスプレイだよ。超ナイスプレイだよ。最後の最後まで勇気を持って出たね。いや、もう頭ありがとう、ありがとう、とんでもない、ありがとう、ありがとう、俺のミスをかばってくれた。俺が微妙にまだ出なくてもいいってのが聞いてたら嬉しいなと思った。タイミング的にそう、あの一旦遅れて言ったのが良かったんだよ。言ってくれたのが、もうでも本当に木村くんがね、本当に最初に信じてくれるんで、それがねありがたいんですよ。票が割れなくなったんで、うん、早いよ。そのままいけ。あれ、そっか、え、だって現状人狼が今可能性としては、まあ霊媒であることを信じるのであれば多くて2、うんうん、これも大事が、大事がカウンター打つんだったら、預言者の両兵と、でも預言者と出るタイミング遅かったもんね。そうですね、もう1手前に出てれば、あ、大中さんだったのか。そうそうそう、ボディーガードどうなるかわからないけど、でも両者とも今精一杯のことやってますもんね、今ね。したということは、でも大中さんやっぱ裏切り者難しいから、これを知られたくないっていう、なかなか裏切り者として仕事ってやりづらいね、思うんだけど、預言、ね、どれが人狼かが分かってないと動きようがないんで、多分行って遅れちゃったんで、大中さんは。そうなんですよ、両兵は信じていいと思うんだよね、その両兵が、うん、よしよしよし、大丈夫、そうなるんだけど、なんかもやっとするのは何だろう、いや、いいよ、そういうゲームなんだ。6割で突き進むしかないんだこのゲームは。もやは4割常に残るんだこのゲームは。確定がないもんね、確定を今持ってるのは両兵だけなんだ。そうだよね、うん、そうだね。いや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 、まず2票を与えること、さあ、ここで、うん、これだよ、これだよ、私を襲うってなったら、はい、さあさあさあ、今トッシーから良平に変えてるんだよ、うん、もうその時点で、ね、そこもあるんだよ、そこも気づいてほしいんだよ ね、 ここ水島さんだぞ。うーん、で大地はね、最後に動かない、多分大地さん気づいてますかね、うん、なので信じます。多分気づいてる。よしよしよし、これでいったんじゃない、これでリーサルかな、これでだって、はい、そうだね、よしよし、惜しかった。まだ何か預言者じゃない状態だとしても、はい、多分結果はこうだろうなと思います。よし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 、あ、また有効投票じゃないし。だから最後まで動かないってずるいのよ。だから今回僕は最後にやりますとさっき言ったので。なるほどね。その時に動いて俺大地さんはあれとちょっと思った。杉山さん、大地さん基本最後に動いてたから。今日追放されるのは野島さんです。これ鑑賞だよ、これは。もうそうね、もうでも預言者と霊媒師のでは渡るがね、勇気を持って出たのが良かったよ、出るタイミングも良かったよ。いやいや、でも江口くんがね、あれ実は背中を押してくれたんですよ、ね、嘘をついたから、ね、嘘をついたからじゃないと江口がもしかして霊媒師かもってみんな思っちゃうもんね、まあまあ、うかうかしてたらもう死ぬ可能性もあるし。俺も最初に思ってたもん。さあ、そして恐ろしい夜がやってきません。3匹の人狼を全て追放することに成功いたしました。やったー、人間の勝負です。渡るとどれぐらいのタイミングが決まるか、素晴らしい。俺ら無駄死に俺なんか特にだよ、自爆してんだからよ。なんであんな落ちちゃったんだよ。あの時にでも動きで見れたから、いつも杉山さん最後だなって俺は思えたから。じゃあ次のターンであの動きあったら無駄ではない。まあまあまあ、すごいな。あと2択っていう選択肢の中での説得力で江口をやっちゃう選択肢の説得力を持たすことはできたから、まあ何かしらの力にはなれたわけな。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、賢者のコーダと
AI のクリスでした。着陸ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。いや、人間勝利すごい勝ちました。素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。各役職もね、しっかりと預言者、霊媒師と、またあの呪われたボディーガードはまた初日に挑戦という、先ほどもそうだったし、本当にな、いやでもね、自分にもちゃんとミスがあって、あそこはちょっとね、生き残りたいです。そしてまたその残した方がいいですよりも王子の可能性があるっていう、ちょっと柔らかめのね、こう発言ができていたら、多少生き残れて、そんな役職もないとね、っていうことかもしれない。ちょっと反省してます。そう、しかも、畑野さんに一票入れてしまったってことが一番の反省です。あんなピュアな人に。本当に、何でも言うこと聞きます。あれドキいいな、なんかいい、いいな。ちょっと今、もう今からドキドキしてる。わかんないけど。ここは何なんだ。いや、でも、3日目までは役職能力者は、まあ潜伏というか、まあなかなか怖かったかもしれないですけどね。渡が出た方がいいのっていう意見があった時に、あっと思ったけど、分かって一個も人狼が出て積もってないんだったら出ない方がいいんじゃねっていうのを聞いてくれたのかなとか思ったりとか、結構反応してましたよね。って待ってくれたもんね、うん、俺がほら白だっていうのが分かって、はい、それでその時に安本ちゃんに言ってるのを裏でテレビ見てて、そう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 、俺はいけいけと思っちゃったんだけど、うん、行って待った方がいいっていうのがちょうどうまい具合にいいコン、ね、コンボになったんで、うん、ここが同時だったからめっちゃ強いよ。だから木村君の存在がもう、ね、ありがたかった。やっと信じられた人本当に嬉しかったんですよ。どっちかがね欠けてたり、どっちかが夜いなくなってたらもう全然展開はもう、あと両手、両手より先に行って先に順路がバーンって出てたら、あそうはったりで出てたらまた違ったと思います。そうですね、これちょっと僕勉強で聞きたいんですけど、はい、江口君が最後に放った言葉は、はいはい、まあ、多分僕もそれをか、ね、裏切り者も活用しなきゃいけないものだったと思うんだけど、はいはいはい、どこの点で行けばよかったのかなっていう、どういうふうに行けばよかったのか結局分かんないまんま、なんか 手が上がっちゃって、その時にあっあってなって、その時にはその後はもうピュアが出ちゃったから、ピュアが出ちゃったこれを違うということを俺がってもう言える空気でもなく、いや その後にすかさず良平がそのタイミングで行っちゃった時にもう手も足も出なかったんですよ。 あのきっかけは何だったんですか。まあ、結局散らすためですね。能力者がやっぱり出てこないっていう状況で、このままだとやっぱりもう膠着状態が続くなと、うん、静かな人狼になってしまうなと思ったので、うんうん、一つ、まあ、燃料投下じゃないですけど、うんうん、疑心暗鬼になってもらおうかなと思って、うんうんうん、そこをきっかけで誰かが出てくれば、うん、いや俺がとか、いや違うっていう風にして混乱するから、そのきっかけがなかったらもう僕はどうなってたか分かんないです。いやそうなんですよ、まあ、結果的に僕はきっちり疑心暗鬼になりました。でも実際その夜に持ってかれた僕も、あこっち一緒に江口をやべえ俺やっちったのかな、もしだから霊媒師をやっちゃったのかなと思いました、ね、一緒やべえな霊媒師やっちったかなと思ったけど、でも霊媒師か人狼のどっちかだから、まあそうですね、うん、逆に言うとね、まあ、そこでうまく本当の霊媒師が生き残ってればいいなと思っていたら、うん、生き残っててよかった。あ、まさに決めることの、まあ、怖さでもあるんですけど、ああしないと人狼は倒せないですからね。あと僕は今回は本当杉山さんを追い込めたのが良かったです。いつも投票最後なのかずるいと思ってたんですよ。しかもしかも大中さんっていつも2人が最後なんです。だからこの2人先に動かず意味があるし、そこで票をどう散らすかお願いみんな見てて、きっと僕はこのターンで死ぬと思ってさあその安本君を刺したターンで野島さんがちょっと難色を示されてて、そっちが先かなって話を、木村君が先かなって話をしてたんだけど、今日の弁舌のさらに弁舌が立ってて怖かったっていうのがあって、ちょっとこっちをってあ、ある意味チームプレーだった、ね、だから野島さんの言うことを信じておけばまた流れが変わったんだ。キムニーヤンが通報されてたら、そっか、予言者がいなくなったら ね、逆にこう喋っていただいて、その間にちょっと隠れれた予言者だって、うん、一人で戦わなきゃいけなかったでもそうですね、あそこは、はい、水島さんは予言者としてまあ、出る方が霊媒師霊媒師と来たんで、預言者って来たんで、最後預言者に被せてればまだまだ全然分かんなかった。しかも相手が俺だからピュアホワイト預言者で戸惑って出てこれた。そうっていう感じで出られると、結構もしかして部が悪かったかもしれないですね。隙を作っていうのはすごく
こっちの心理的な隙をって疲れちゃうと、うん、そうだよね。あ、もう後から乗っちゃうから純粋に両方は本物だと思った。俺はね、うん、人狼が乗っかってなんかやるっていうふうに、だとしても、だとしても乗っかるしかないの、うんうんうん、両兵がうまいこと、うんうん、預言者だって嘘をついて人をこう、うんうんうん、ね、ケンジさんをね、こうや追放するんだったらそれに乗っかれば俺は正解だし、うんうんうん、だからもう分かってる以上もうその時点で積んじゃってた自分が、ああ罪だなと思って、あとはもうなんかそのなね見てただけ。まあでも本当3日目がすごい動いたというか、すごくこう重要なとこではありましたよね。そこから、はい、もうまた波多野さんの夜シーンは面白いですよ。波多野の夜は強いですよ。波多野の夜は強いですから。みたいわ。よりの人狼を見つけているのにちょっとなんか申し訳ないというか、すごいいい人の顔をしてる。僕見てたけど。人狼でも祈るのね。そう。日に日にどんどんこう祈りを捧げるようになって。神が。わかんないけど、人狼に対しても哀れみを込めて、亡くなった方に対しての哀れみをずっとしながら見てるっていう。そう。霊媒師でよかったね。霊媒師が合ってんのかも。かもしれないね。もうすごいなんかこうこの AI の。神父の前で拝んでいる。あの神父ってじゃないから。風だから。完全に迷える子羊になっちゃう。いやもう本当にだからやっぱなんかね、どっちにしてもそのとにかく自分の役割も果たさなきゃいけないし、あとやっぱり最初に知らされるじゃないですか。うん、やっぱだからもう本当どういう存在であっても。すいませんって、なんとかその事実をなんとか伝えられればっていう。毎回思ってたんで。すげえクリティカルだったでも。もう本当にまた映像で見るとまた面白いかもしれないんですが、2日目ね、先ほど霊媒師のことの話をした時にもうこれ以上なく前に前のめりでしたからね、一人だけ一番前に出たね。なんか絶対ついてると思ったまずとにかく死にたくなかったんです。出る方がいいんですか？人間に殺されたくなかったんです。菅坊がそれが多分後ろに見てめっちゃ面白かったでしょ。そう。あと俺がほらやらかしたさ、人間なのに人間じゃないって言っちゃったのが本当にすいませんでした。じゃああれ俺が悪いからなんで出たか本当わかんないんですよ。俺もだって二択だって二択で先に失敗した方行っちゃったんですよ。なんで出たかわかんない。最初から言ってかっこよかったのにね。ただ死んだのが役なしでよかったなっていう。役なし。そうだ、ここただの人間がね。ここポンポンで。そう、ここがね。ポンポン。口が最初って預言者じゃね。そうそうそう。それ一番やばかった。役なしだからまだよかった。一番ぴったりな役職だったよ、なんか人間性と二人のこの役もなかなかね、どうしたらいいか分からない。光の闇みたいなさ、あのタイミングで本当に一気に絞られちゃって、次の時にもうケンジさんがって分かっちゃったから、もうどっち消すかってなった時に、うん、ですよね。でもそれは下に見られた方がやばいから、こっちよりも絶対下へ見られる方がやばいし、ね、もしかしたらあわよくば僕のこと見ないかもしれないっていう可能性だけにかけて、ね、またね、生きてるというか残ってることを疑われるかもしれない立場ですから、多分ケンジさんを占ってくれるだろうけど、もしかしたらトッシーを占って白を増やすかもなというふうにもみんなで知らないです。人狼者は名乗り出ないなら人狼だと思わせた方がいいってことなの、ね、まあそうですね。でも木村さんも実は結構辛くて、ね、どんどん自分が占った、ね、知ってる人がどんどんいなくなっていくんですよね。だからあれってだから信じられない可能性も大いにあったと思うんですよ、うん、だって白白白白、いやいや待って待って待ってってなる可能性もある、ね、初日に菅沼さんも知ってたのにいきなり行かれてしまい、知ってたのか、最初に知ってたのは、あ、だ結構辛かったですよね、気迫が。でも俺ここでQちゃんは違うって言えないもん。職員に言いたいけどなかなか出るとね、だから注目するのは何でだろうって言ってたんですよ。そうか、本当だ、言ってた。で、安本さんが最初にそこを言ってたから安本さんを占った、うん、そう。で、安本さんを占って、よし人間だ、これは心強いと思ったら次の日にいなくなっちゃうっていう。結構辛いかったですけどね、預言者としてはね。安本さんの様子は様子でしょうがない、様子は置いといてちゃんと言葉で考えようと俺言ったのに、結局様子で言った本人が様子で投票しちゃったもん。でも1ターン目は言葉って本当江口のあれぐらいしかなかったから、うんうん、難しかったけど、でも高橋さんも王子でしたが、はい、まあ完全に実感はなかったですよね。全くないですよ。全くないですよ。いやでもなかなか最後まで生き残って、はい、襲われることもなく、ということでよかったです。最初うっすらなんか来た時にやんと思ったんですけど、やん、そう本当にね、あのあれね、
普通の人間って楽ね。何もせんの、ワンちゃんのチョーンってやられても、うん、そうなんね、整理することに集中できる、チョーンってやられても、うん、本当に冷静にいろんな方の表情を見られてたんで、すごく僕は信頼してたんですよね、最初から。うん、あ、この方めちゃくちゃ見てると思うので、宇野峰選手に一回疑いにも言ってたしね、ちゃんと全部、うん、そうなんですよ。いやでもどうでした、クリス的見どころは。初日に畑野さんが、うんうん、あ、僕は本当に、追放しない方がいい人間なんですって軽いちょっとこう能力カミングアウトされたかなっていうところがあったんですけど、うん、はい、その後に蒼井さんの、もう確実にこれは能力持ってるだろうっていうのがあったんで、うんうんうん、実は畑野さんは人狼からすると、うん、あの時にもし蒼井さんが行かれてなかったら、おっしゃってなかったら畑野さんは序盤にいなかったかもしれないと思うと、だいぶそれで勝敗が変わったかなと。ある意味ボディーガードしてた。そうです、ある意味ボディーガードを蒼井さんが抑えたなっていうのは思いました。ああ、なるほど、より目立ちにちゃんと会員跳ね返したかったでしょ。そうです、こうやってキュキーンってやりたかったんですけど、で僕がその1回入れてしまったことで、その後なんかこう畑野さんがこう何かこう言っても一回怪しまれちゃうんじゃないかなっていう、うん、なんかリスクもプラスして置いていってしまったような、爆弾を置いていってしまったような気がして、もうずっとあの畑野さんと一緒で向こうで何に祈ってくれてたんだ。どうかあのことを忘れてくれ神父って言いながら。あ、でもね、そうやって実は結果的にかばっていたっていうこともね、はい、実はあれだけだともしかしてね、能力者と思われたかもしれないですから、珍しく性への執着が強かったもん、ね、はい、もう素直に行こうと思って、いや死ぬわけにはいかぬと。もう本当にね、ちょっと今回はあれでしたけど、一度畑野さんの人狼を見てみたいという、人狼引いたらどうなるんだろうという、胃が自首しってなりますよ、血の涙を流すじゃないんですって言えないからすぐ分かる止まっちゃうね、かもしれないですけど、かっこ人狼なんですみたいなこと、そう、が入僕ね、前回ね、やらせてもらった時もね、そう、あ、そうか、1回人狼やってるんですよ、リハでも2回も人狼やって本番でも人狼やってね、人狼仲間を道連れにして死ぬっていう一番最悪な、ファンキーだ、そうなんですよ、本当に申し訳なかった、面白かった、でもあ、やっぱ村を平和にしたかったんだね、そう、だからね、やっぱりなんか人狼でもさ、みんな人食うかって言ったら、いや俺は野菜食うかいい、いい人狼気がして、血を吸わないバンパイアみたいな、ね、そういうことなんですよね